何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の。バーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだな。サスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ、突然ここまで。ここ、俺ってば、死んだのか？お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大筒木羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子と、そうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず、仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに
我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。忍衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを個一つのために用い力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れればいずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、主角と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主角と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あ、あん時か。そういや前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。主客、またたび磯部、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、クラマ、ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだからまだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、
仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を。貴様に与える。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。ふん、やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。やはりか、マダラの周りにはもう一人のマダラがいる。なるほど、リンネガンを手に入れただけのことはある。見えない貧乏に存在する俺を看破すると。できるはずだ。やりすぎて文句言ってられねえな。リンボ、力を急に得たというのだ。いや、まさか。今のこいつらはただのガキではないと理解しなければ。何をしてるんだ。何をしてるんだ。付き合いだ。遅い。遅い。強い。俺を楽しませろ。もっと踊れ、ジャリども。さっきの対決男より俺を楽しませろ。好きありだ。
貧乏天国煙突スサノオサグスチヤツの隙を作った後は分かってるな。ああ、封印術はま…ナルト！おっ！移動した影を身代わりにしたのかまずいってばよあっちにはカカシ先生がいるうわぁようやくだやっていいのね。はあ、早く俺の左目を。そうはさせんぞ。神！さくらか。ここは、カカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん。マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生！その左目、ちょっと見せてもらっていい？え？よし。カカシ先生、目開けてみて。嘘。どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども。この方法でガイも。うん。話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴は、リンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん。チームワークだ。なら、一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト。オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらにリンネガンが揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、
あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか、サイヤ人のサノンを使えるとはな。いかに力をつけたのか、5人もの俺を相手にするのは厳しかろう。ここからが真の戦いだ。気付けろ、嫌な予感がする。シナリ、力を使えたものを。さすがに元死人なだけあるな、寝言が長い。大丈夫か？安心しろ、その苦しみはもうすぐ終わる。逃さん。ここで無様に果てるがいい。
もう少しだぞ柱馬、もう少しで俺の道が正しくなることが分かるか。真の意味で人々が幸せになるのは俺の無限つくよみによってだ。真の意味で新しい夢の道が始まる。やはりサスケは俺に近しいものを持っているようだな。もう抑えられんぞ。目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ己の道を。そして再び歩むのだ。
来いぞ。次で決めっぞ、サスケ。ああ。目の前だ。師匠やナイフや、忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまるかよ。お前の言う平和など所詮かりそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なんだ。夢にもうるせえ。こんな夢の中に生きてえな、お前だけが生きやがれ。消えろ。そら。ぶっ飛ばす。よっと。よっと。よっと。そら。そら。確かにお前たちは強くなった。だが俺はお前たち以上の存在なのだ。届かぬ力をお前に絶望して消えるがいい。こっちだぶっ飛ばす。なるリオ止めの罪まであった。骨の髄まで当たってまるのか。みんな、行くってばよ。ぶっ飛ばす。そら。陰頭なりは、リムだ。みんな、行くってばよ。そら。目覚めよ。お前はまだ眠るべき存在ではない。選択せよ、己の道を。そして再び歩むのだ。なんだこいつは。
たるこの俺が、貴様ら、貴様らごとき！この俺がここまで見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ！ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に映せし目が開く。これはまずい。サスケ！おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限月読み。今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。新樹海降誕。ナルト君、どうなった？お前の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺れ、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。な、何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと？
お前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。すまん。何？どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、カグヤと言った。カグヤ？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、奴の目的は。あ！なんだ？これはチャクラだ。強すぎる力は圧力を生む。結果、人々は母をウサギの女神だの、鬼だのと呼び、崇め恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつが、おじいちゃんが言ってた。大月かぐや。